はい、こんにちは、みちみちです。本日もよろしくお願いします。はい、ただいまですね、夕方っていうんですかね、4時15分。まだみんな寝てるんですけどね、この子だけは起きてますね。それでですね、本日はですね、これをご紹介します。はい、ハムスターリスのチーズクッキーっていうのがあったんでね、ちょっと買ってきましたね。チーズのコクが美味しい片焼きクッキーって書いてありますね。シャンピニオンエキス配合。これね、以前紹介したと思うんですけど、塩麦クッキーがあったんですね。塩麦クッキーのチーズクッキーバージョンっていうかね、チーズの風味のしたクッキーだと思うんですけど、これをね、ちょっと食べてくれるか分かりませんけど、ちょっと与えてみたいと思います。はい、こんな感じでクッキーですね。匂いはね、別にしませんよね。ハムスターの嗅覚だったらすごい匂いするのかもしれませんけど、僕の嗅覚ではほとんど匂いはしませんでした。これをね、とりあえず2つ置いてみましょう。気づいてくれるかな。あ、来ましたよ。お。ちょうど見えやすく食べてくれてますね、これ。あら、落ちちゃうかな。前回ね、ご紹介した塩麦クッキーはすごい好評だったんでね、これも食べてくれるんじゃなかろうかと思ってね、買ってきたんですけど、ここ見ちゃった。ちょっと1個目よ、こっち見て。ですね、まろやかでコクのあるチーズを使って固めに焼き上げました。歯の伸びすぎ防止やストレス解消にも役立ちますと書いてありますね。そんな硬いのかな。そこまで硬いようには見えなかったんですけど、君は起きててよかったね。他の子は寝てますね、まだね。まあ、まあまあですね、まあまあ。もういらない？もうね、塩麦クッキーがね、すべてなくなっちゃったんで、ちょっと比較ができないんですけど。あ、また1匹来ましたよ。この子はどこも出ちゃいましたね。一人で欲張って食べようとしてるのかな。はい、今ね、この子を起こしちゃったんですけど、なんだお前、頬袋の中いっぱいなんか入ってるぞ。もういらないのかな。なんか入ってますよね、頬袋の中に。食べてくれないかな。ペレットがいっぱい入ってるんでしょうかね。一個の子は未だに食べてますね。はい、ではですね、本日はチーズクッキーをご紹介いたしました。どれぐらいですかね、点数はね。これ
60点ぐらいですかね、うちの子は。そこまで抜群に食いつきがいいってわけでもなさそうですね。はい、では本日の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画もよろしくお願いいたします。それではさよなら、さよなら、さよなら。